よし、やっていきましょう。フォトジェニックマインド、アイデンティティ。ということで、あのプレイアブルモックアップ PM の続編、フォトジェニックマインド、アイデンティティが Steam でリリースされたんで、今回やっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、あの PM を見たことがある人だったらね、なんとなく、まあ、ルールとかシステムとかわかると思うんですけど、まあ、今回は、まあ、そこからいろいろパワーアップしてるみたいなんで、早速ねやっていきたいと思います。操作開始。写真が選択されてません。あ、これか。フォトジェニックマインドの世界へようこそ。心霊写真の世界に入り込み、写った霊の正体を突き止め捕獲するファインダーマンとしてお仕事をしていただきます。ここから入る写真を選択してください。まあ一旦こうやると、で、なんかステージみたいな、まあモードみたいな感じでいろいろあるんだ。片茹での受胎塔ファイル、12階層からなる塔で人工魔女の魂を集めていきます。練習を兼ねた内容になっており、クリアすることで次の写真を手に入れることができます。現在0階から2階まで挑戦可能です。で、ジョン&ジェーンファイル、メインのモードです。正体不明の事件写真から犠牲者と犯人を追及します。クリアするごとに上位の難易度が出現しますって書いてあって、あとレデルリン6ファイルっていうのも多分今後アップデートあって、これは隠しモードか。まあとりあえずこうだね。プロローグ、ジェニファー・サイレント・フォールの悪夢、あー、あの人の悪夢だって。うわ、なんか怖っ。おお。そして探偵道具の選択。ファインダーマンは死者の記憶に触れることができるため、一般的には探偵として活躍していきます。写真世界で使用可能なさまざまなツールをここでセッティングできますと。で、あ、これか。以前ね、キャンプファイヤーズってやつやったんですよね。そこを見ていただくと多分わかるかな。で、セットされていません。フィルムカートリッジ S。多分これが、あ、ちょっと、一旦これ S で、あ、もう一つできる。で、駆除薬液、緑。なんかね、まあ最初からなんかこう補助してくれる薬液があるっぽいね。で、これをやって、さすがになくって、3、4、5、6となんかいろいろあるんだ。まず一旦こう戻って、じゃあ早速ねやっていきたいと思います。操作開始。お、始まった。ギャラリールーム、エピソード0、重い夢。お、なんか今おしゃれ。ラジオ、目のコイン残数0、メイン電源を緊急停止。で、ちょっと待ってね。よいしょっと。で、ここがギャラリールーム。で、今は PM0 時なんで、これを12時間移動させて AM0 時にします。で、なんかいろいろあるね。これ、ジョン・ドゥ。で、タブで探偵手帳。心臓を探そう。はい。で、今、目的とかなんかいろいろあるね。魂の特性、インベントリ設定とかあって、侵入できる回路の数1、手に入れたスペル数0とかなんかいろいろ書いてあるね。まあ今回の目標、正しい回路を選んで AM0 時にたどり着け。夢から出ろ、急げ、魔女が来ると。目を覚ませ、ジェニファー・サイレント・フォール。で、 PM、 ようこそフォトジェニックマインドシステムの作り出す人類の明るい未来へと。このシステムは遺体または霊体が撮影された写像をもとに、その魂のアドレスを算出、魂の内部に入り込むためのツールですと。取り扱いには十分ご注意ください。ウィンチェスターズサービスバンド、レデルリン社と。で、目的。AM0 時に存在する回路の正体、犠牲者の魂を捕獲するのが目的となります。システムが作り出す回路は、死者の魂から得られた情報を物体化したものです。魂の記憶から6人の登場人物が抽出され、それぞれに対応した6つの回路が形成されますと。で、その回路には時刻が存在し、必ず PM0 時から始まります。PM0 時から AM0 時までの12時間、時間を進める力を持った被写体を探してくださいと。被写体を撮影し、写真を作成。その写真をギャラリールームで使用することで、様々な効果を得ることが可能です。回廊に存在するものに直接触れると、回廊に取り込まれます。
王国が少しの間耐えますが、耐えるだけで触れることでは回廊に干渉できません。専用カメラアーバスっていうんだ。でしか回廊に干渉できないことは絶対に忘れないでください。はい。で、これ書いてないか。インベントリ。探偵道具はシステム起動前にエアロックに準備し、使用の際は回廊内で違法な箱を見つけ撮影してください。まあ、とりあえず、うん、ここはギャラリールームで、なんかある。あ、目の。あ、これか？多分これじゃない？これのことかな、違法の箱って。なんか、こんなんだったっけ？以前やったキャンプファイヤーズからパワーアップしてる。まあ、ちょっと行ってみよう。行きます、まずは。お邪魔します。エアロック。すげえ暗い。誰かいるか。わかるかな？こうやるとなんかさ、これか。フィルムカートリッジ S とかなんかあって、今はまだ使えないっぽいね。うん。で、左上が時間、その下がフィルム、撮影できる枚数。目は展示した写真を撮れる回数かな。手が、確か展示するやつ。一番下が駆除能力かな。うん。多分ね。まあ、ちょっと行こう。で、走るとなんかこう、早送りみたいな感じになる。あーすごいこれ。うわーなんかおしゃれ。で、ちょっと怖い。顔が怖いから。で、暗い。めっちゃ暗い。で、開かない。アラヒの音量。エアロックを開く。オッケー。見てこの分厚い扉。魂の中心部。これなんだろう。フィルムコンバーター、こんなのあった？これ何これ？空中に浮かんでるよ。フィルムのコインをフィルムとして実体化させる。撮影ではなく触れることで起動する。あー、これもらえるのかな、もしかして。ちょっと待ってね、行きます。何だろう、ね、今の何だろう、なんかベロみたいなのが出てきたんだけど。あー、で、ここね。え、何これ？こんなのあった？なんか人形が吊るされてんだけど。ああ、これ心臓だ、心臓。動いてるけどこれ何もできない。ああ、これもう撮影できるんだ。誰のものでもないナイフ。これは多分駆除能力に上がるやつかな。何、アクセス不能。この回路はまだ解放されていない。あ、こっち行けないんだ。なんか鎖があって行けなくて、これがね、よくわかんないんだよ。あ、ダメ。あそこも気になるね。そして、こっちもあるね。ここか？いや、でもここ行けないんだ。あ、誰かいる。誰かいるね。ここに、誰かいて、こっちも行けるんだ。あ、違う、ここエレベーターだ。これで多分階層、確か12階あるんだよね。それを移動できるエレベーターだ、これ。あ、そう、なんかいろいろ増えてる。ここなかったのに。でもどこにも行けないっぽい。あ、あったあれもだ。うん、ファーストクロック。これは時間を60分進めるやつだから、これ撮影しとこう。まだいけないのか、もしかして。じゃあこれもか。あ、でギャラリールーム戻ってきた。ラジオ、チェストを撮影しコインを手に入れてください。これか、違法の箱ね。で、ここになんかあって、ズームとかないからあれなんだけど、ここに撮影したやつが投影されてる。で、撮影回数2回。で、産地もあるんだよね。100と。これなんだろう。あなたの人工魔女より、お帰り。回廊内でフィルムがなくなると強制的にこの場所に戻ってくるよ。うん。ギャラリールームに戻ってくる。現実ではずっとここで、かかしみたいに立ってるだけなんだけどね。これ、ただの、なんか昔ながらのプリンターって感じ？ファックス？これは撮影できないか。で、これね、チェスト。目のコインと手のコインがそれぞれ手に入る。
落ちた、落ちて手に入って、で、手のコインを使って写真を展示すると。うん、あれだね、左が今ベルがベロンチョしてるけど、あ、出たね、これ同じだ。うん、ファーストクロックで時間を60分だから1時間か進んだ。おお、すげえ今の、すげえかっけえ。あ、でもう一回か、もう一回できる。で、多分目のコインが減るのかな。そうだね、この手のコインは展示するコインで1個減ると。そして展示された写真を撮影して自分の能力にするためにはこの目のコインが必要。誰のものでもないナイフは駆除能力に OK。 いや、でももう何もないから出たいね。通報装置、6つの回廊が全て解放されていればここから犯人追放モードに入ることができる。あ、マジか。で、ドア解放スイッチ、まあとりあえず行こう。今1時ね。 OK、 まずここはチュートリアルっぽいんだよな。そしてこれは、あ、これダメなんだ。目のコイン持ってるけどこれダメだね。これも、この探偵道具はまだ回廊世界に呼び込んでいない。使うには回廊で違法な箱を見つける必要がある。マジか。じゃあまだダメなんだ。まあ行こう。荒引きの音量、あー、でこれね、こうやってこうやってこうやってもらってもらった。で、今駆除能力が2で防御が10、一番下なんだ、2、あれなんだろう。え、何これ、これ何、いきなしなんかも敵いるんだけど。ナイトメア、耐久値4、失う産地が2、侵入をブロックする、いけなくなってる、ちょっとキモい。じゃあちょっと、わかるかな、ちょっとサムネっぽいの撮るかこういう感じ。一旦撮影してみよう。ダメージはどんなもん。あ、で耐久値が2減ったね。うん、でもう一回、あ、産地か。あ、うん、あなたの人口魔女よりなんかメッセージが来てる。駆除できたね。脅威性の被写体を残したままループを出ると魔女が早めに近づいてくるから気をつけて。はーい、ありがとうございます。で、またチェストをやって、で、ファーストクロックで1時間、誰にもでもないナイフ、かっけー。で、これがナイトメアか。うん、防御能力を 15% アップする。もう撮影するやつないから行きましょう。行こう行こう行こう、どんどん行こう。あ、で、これがフィルム、目のコイン、手のコイン、駆除能力で、これは時間ね。で、あ、こっち開いてるわ。そっかそっか、ここがそうなんだ。うん、じゃあ行きます。あ、出た出た。うん、十字架がガタガタガタってなって、やってきた。あ、懐中電灯あるじゃん。なんか今暗いなと思ってさ、 F ボタン押したら懐中電灯ありました。キーコード、次のループへの扉を開く。これあれだね、鍵の展示だね。タブキ、うん、これは違うか。あ、サードクロックもあるよ。これは、一気に回廊の時間を3時間、180分だから3時間進めるやつ。あー、で、これ、でかでかでかい。これがギャラリールームに戻るやつ。ベアトリーチェ。うん。あ、で、一応目のアイコン1個もらえるんだ。そうだったっけ？で、これ、新しいやつだ。知能目撃。あ、あれか。で、これは駆除1でフィルムが2。これは？
忘れることのない海。あ、おなじみのあれだね。で、これは丁寧で駆除に。敵いる？何これ、なんかあのスパゲッティみたいな、スパゲッティモンスター鏡みたいな。頭の中に住むもの、これは目のアイコン2か。何かある。ここに誰かいるか。たまに敵いるからな。こういうところに敵いたからな前。あー、いやちょっと待って、サードクロック欲しいよね。まずはこれやっぱ3時間欲しいもん。で、キーコードで次に行ったって何もないから、どっちがいいかな。駆除とフィルム、こうしようかな。うん、でこうやって一旦展示しよう。ファーストクロックで1時間誰のものでもないナイフ、あ、これでいけるね、よかったよかった。で、写真展示で、サードクロックよ、これ。 OKOK で、今4時に来たよ。産地はどんなもん。産地今わかんないか。もうちょっと行こう、急ごう。で、こっちで、フィルムが2か、2のままだな。サードクロック拾っちゃったらもういけないな。何これ。あ、さっきの心臓。残されたアドレス、回路を1つ解放し侵入可能にする、だって。これやってみようか。ちょっと待って、あとは誰かいる。あ、これあれね、スペルキャスター、撮影するとスペルを1文字得る。いろいろあるな。ちょっと待って、フィルムが、なんか一瞬見えたけど分かんない。フィルムがなくなると、OKOK。これも撮影してみよう。うん。また来た。スペルキャスターを撮影するとスペルが手に入るよ。そこの壁に貼っつけてあるモニターで確認して、誰の名前なのか考えておいてね。それが正解の出口だから。あ、これか。で、どっちの名前っていう、ジョン・ドゥとジェニファー・サイレント・フォールで、手に入れたなんかスペルがあって、どっちの名前かっていうのを当てるんだけど、まあもうこの時点で多分こっちかな。ジェニファーの愛かな、サイレント・フォールの愛。ジョン・ドゥには愛がないからね。なんかあの愛してるの愛みたいな感じだったけど。そしてこれ回路か、回路を変えられるやつ。うん、こっちはジョン・ドゥ、悲哀、感情が悲哀と。回路をこの人物のものに切り替える。ジェニファー・サイレント・フォール、多分どっちか正解の人物の感情の回路に合わせないといけないから、だからこれ、こっちはね、おお、いいね、変えた、多分変わって、一旦まあやって、こうしてこうやって、うん、もう一回4時ぐらい行こう。こっちだ、どんどん行こう。まだね、多分これチュートリアルっぽいから。あ、こっち開いてないと思ったらこっち開いてる。あ、そういうことか、回路が変わったからか。うん、なるほど。で、今度こっち、ああ、そういうことなんだ。で、フィルムが2だからな、相変わらず少ない。で、サードクロックも欲しいし、新しいやつあるかな。あ、夜を歩く人、目のアイコンが3だな。森の主、目と手があれだから、やっぱこれか。これして、これにしてみようかな。フィルム、
で、サードクロックで、目が電力みたいな感じなのかな。うん。で、6時来た。あ、あともう、あ、そっか、できないか。あ、で、こっちの上は天井入れ替えることができるんだ。うん、いやでもフィルムちょっと欲しいな。でもできないからこのまま行こう。6時来たよ、半分。あれ、なんか増えてない、心臓増えてない。で、こんなのいたっけ、これ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 。あ、6時だからか、ちょっとずつなんか増えてってる。まあ行きましょう。で、フィルムが4だから結構撮影できていけるぞ。ただできるかもしんない。つながりの目覚め、あ、これもいいね。フィルム1の目が1だ、これもいいな。見通し目で、あ、これもいいね。これ撮影したら意味ないんだもんな。一旦じゃあ、まあ9時行こう。9時行ってみよう。これまだダメだもんね。オッケー。あ、進んだ。あ、なんか進んでるわ。こっちに移動してる。これは何なんだ。さすがザマさんの世界観はすごいですね。で、これで戻れば OK。 さあどうだ。サードクロックこうのこうで入れ替えて OK。 そしてファーストクロックいらん。見通しで、で、そしてこうやって写真を展示、駆除能力もらえるからこうやって、あと多分サード、あと出るのはサードだけ。サードクロックオッケー、0時来たんじゃない。オッケー。でどうなる。まあここ練習のステージみたいなもんだからね。なんかちょっと違うような気がする。鐘が鳴ってる。なんかいっぱい増えてるね。なんか人っぽい、なんか異様なものが、なんか映ってないかな。心臓は2つになったね。でもまあ行きますか。こっちか、いいのか、このまま進んで大丈夫か。あっちじゃないか。ここだよな。何かいる。どうなるんだ。このまま進んでいいのかな。音楽。あ、撮影できない。あ、奥違うぞ。階段ある。お、すごい。ここで目が覚めたとジェニファーは述べている。え、夢を見ている間誰も操作していないにもかかわらず PM システムは未知の処理を実行していた。フォトジェニックマインド。いけた？これはいけたってこと？はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。まあ、とりあえずね、先ほどリリースされたばっかりなんで、まあ、ファーストインプレッションということで、まずはね、この、まあ、チュートリアルみたいなステージをやったんで、まあ、次回はね、この続き、今後やっていきたいと思います。もしね、この続きが気になる人はぜひ、グッドボタンとチャンネル登録、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に Steam のページが載ってるんで、皆さんも買って遊んでみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。